次、タワーオブジョイ、ユージの恨みを晴らしたいと思います。いきまーす。タワーオブユージ。さあ、ハテナが3つあるけど、これは開けることができなそうだね。上の甲羅ちゃんを使うのかな。上上って書いてありますけど、上昇志向でいけってことかな。じゃあ踏んでいって出していきます。コインか、 P スイッチ何かに使うのかな。あれを足場にするとか。もう一個右側のが気になるんで、これも踏んどこうかね。よいしょっと。さあ、何、おお、ニョキニョキニョキ、1ニョキ。どっちかで行くと P スイッチ持っていかなきゃいけないと思うから、これ乗っていった方がいいんでないの。それとももう P スイッチを踏んで、あのコインを足場にしろってことだったのかな。あ、でも右側なんか行けそうだけど、炎が出てくる。あの炎なんでしょう。ヨッシーがいたら食べてとかできたけど、あ、キノコ、ナイス。キノコを振ってグルー、いいね。よっ、で、あれ入る、あ、なんか、ああ、壁があっていけないと。なんだ、これ何の意味があるんだろう。ショートカットはできませんよ、みたいな、そんな感じかな。さあ、矢印ですごい主張してるんで、ここ入ればいいと思うけれど、めっちゃ誘導してくれるんでありがとうございます。左側でなんかすごいことになって、なんだあれ、擦りつけて。あれがね、お互い擦りつけて丸くなろうとしてるのかね。このゴツゴツした体が嫌なんです、私たち。イメチェンしたいんです、みたいな感じで、揺れてるのかな。さあ、ジョリ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 して気持ち良さそうだけど、これ P スイッチを押してこっち側っていうパターンもありそうだけど、左側もいけるからな。まず左側から見てみる。危ねえ。危なかった。超危なかった。で、こっち側、左側に何かある。これ何？あ、上って書いてあるか、こっちが正解なのか、果たして。とりあえずこっち側行ってみますか。ほっ、届かない。ほっ、ほっ。よし。で、ナイスタイミングで、またここにある。なんなの、その帽子は。で、こっち側から行けないのか。この何かが出てくるとかないの。これはいける。あ、いけるいける。あのハテナブロック気になるけど、まあ、キノコより上のものがなさそうだから。俺すげえ P スイッチ大事そうに抱えてるけど。ピーチ姫よりも大事にしてるんじゃないかっていうぐらい、すごい大事に抱えてるけど、これ本当に必要なのかな。なんかいらないような気がしてきたけど。矢印あるね。右側は、あ、右側も行けるけど、なんか道がすごい複雑でどこがどこだかわからないな。とりあえず入ってみる。矢印を取りに行った方がいいよね、絶対。さて、カロンちゃんもいる。上に伸びる。これさ、絶対 P スイッチをさ、なくさせようとしてるよね。この感じは。P スイッチなくせば、あれ、簡単に登れるよっていう感じ出してるからさ。危ねえ！これか。だから多分 P スイッチ絶対必要だと思う。ファイヤーバンも上にあるし。俺絶対これ5章大事にしていくよ。孫の代まで引き継いでいくからね、これ。また右側でコス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 やってるんだけど、そんなに丸くなりたいの？ゴツゴツしてた方がさ、足の角質とか取れるからいいんじゃないの？うわ、なんかすごいのがいる。あれ何？危ねえ！危ねえ！怖い怖い。怖い。で、右側行けそうだけれど、関係ないのかな？うん、行けそうにないね。とりあえず、土管入れそうだから入ってみますか？よっ！さあ、今のところ一回も当たっていないぞ。さあ、さだまさしキャンセルした後に、右側。これもしかしたらあっち側から行けたんじゃないか説あるけれど。ほんで、ゆっくり、遊覧飛行いいじゃない。なんか、ハネムーンみたいだね。私と P スイッチのハネムーンみたいでいいじゃないですか。お、ファイこれ、取っときた。取っといて、無理したか。大丈夫、素晴らしい。いいぞ。ファイヤーを持てば100人力。さあ、次は？あ、パウブロック。パウどっちだろう。でも俺は P スイッチと一生を遂げるって決めたから、うって入ると危ねえ。さあ、矢印通りに来てるよ。なんかぐるぐる回されてるんじゃないか説あるけど、大丈夫かこれ。本当に俺ゴールに向かっているの？大丈夫だよね。あ、なんか下に見えるのあれ。すごい飛んでるし。あそこのちくわブロックすげえ気になるんだけど。でも一回降りたらもう戻れないよね。ちょっと上から行ってみようか。あ、ここゴールか。ってことは、うわー、なんか来ちゃったよバカ野郎。あいつの動きずるいんだよな。これちょっと一回蹴って、こう、で、取って、下に。あ、あった、ゴール、ゴール。これはどうすんだ？これよしじゃいボケが！これいろいろなルートありそうだね。でも矢印通りに行くことがやっぱり正解なんでしょう。ありがとうございました。キュート。次、マリオクッキング番外編。とにかくたくさん焼いてみたクックということで、長澤くんの恨みを晴らしたいと思います。いきます。マリオクッキング番外編。とにかくたくさん焼いてみたクック。さあ、炎上動画になってしまうんでしょうか。扉に入ります。まずは誰の家を焼こうかな。あ、すごい焼かれている。わあ、ポップコーンもびっくりの弾けっぷり。すごい香ばしく炒められてるね。俺、ミディアムレアがいいんで、あんまり焼かないでほしいんだけど。やばい、このまま居座り続けたらどんどん犠牲者が増えてしまうので、次のページ行きましょうかね。さあ、で、今度はどんな焼かれ方をするのかな。あ、これもスモークされてるってこと、もしかしたら。あー、なるほど。炒めてるってことか。あのワンワンがお玉代わりになっていって、食材を炒めてるとか、そんな感じなんですね。わー、すごい。クッキングしてるわ。終わったわ。そうですね。やっぱり長作の恨みは晴らせませんでした。すいません。
次、ストーンマン。ウルヴァリンを根絶やしにしたいと思います。いきまーす。ストーンマン。さあ、石のように硬い石を持って、こっち側に進みます。右側もいけそうだったけど、キノコがないといけないかな。さあ、バネが3つありまして、なんか、え？無音なのがすごい怖いんですけれど。無音だと生活音が入っちゃうからやめて。私の鼻息とかさ、そういうのがバレてしまうんでやめてください、本当に。恥ずかしいんで。あれ？何もないよ。え、大丈夫なのこれ。なんか扉があるけれど、あれ届かないよね、さすがに。チビマリオの跳躍力じゃ。バネがないといけそうにないけれど、ここまで持ってくんのかな？でもこのステージってバネとかさ、物を持ったりとかができないから、あ、やべえ。あ、大丈夫か。え？何これ？すげえ実況者泣かせのステージなんだけど、やめて。実況力に不安がある私としては、こういうことすごい困るんですけど。こういうことされるの困るんでやめてください。これは？なんなのこのステージは。怖い怖い、ストーマー。そういうことなの？この無音に耐えられるような鉄の意志を持てって、そういうこと？石の意志を持てってことなの？めっちゃ滑るんだけど、やめろ。今の発言が滑ってるみたいに思われるからやめて。中間地点があるけれど、取れないもんね。え、これ壊せないし。どういうことなのこれ。でもなんかすごい怖い怖い怖い。実況的、動画的にも怖い。お蔵入りになりそうだからやめて。このステージせっかく撮ったのにお蔵入りになっちゃうからやめてよ、そういうことすんの。ドゥドゥドゥってさっきから吐いてばっかなんだけど。え？無限ループじゃないよね。ちゃんと俺前に進んでるよね。あれか？見えない努力だけど、進んでるように見えないけど、着実に一歩ずつ進んでるんだよってことを表しているの？全然わかんないんだけど、メッセージ性が伝わってこない。怖い怖い、扉があるよ。これが真実の扉？真理の扉なの？え？え？大丈夫？骨に囲まれて。あ！あ！キノコが埋まっている！これでも取れないよね。上からじゃ届かないし、入れないもんね。下からは取れないし。でもキノコ取れば全て解決するんだけどな。大きくなって。あ、はてな。あ、やっと取れる！やっと成長したお地蔵。本当に石になった。ちょっと見え隠れしてんじゃねえか。これ面白いね。あれなんだ。このバージョンだとちょっと隠れて見えるんだ。すげえ。細かいな。ニンテンドーさんさすがですわな。こういう細かいところ大好き。これで、ストーンマンになったから、今まで行けなかったギミックが全部行けるようになるってことか。で、逆戻りしていくってわけね。これで壊せるようになったから上も登れて、上に上がれるようになると。すげえ。で、バネも、これで使えるようになると。すげえ！そういうことだったのか！今までのステージは何だったんだって思ったけれど、こうやって逆戻りするようになるのね。よくできてるわな。で、ストーンマンとして活躍していって、で、行けなかったところが行けるようになっていくと、そういう感じなんだね。面白いわ。よかった、実況者中でもステージじゃなくて。最初どうなるかと思ったけど、怖かったんですよ、私本当に。よいしょ、これ届くか？届くね、ギリギリ届くたから。素晴らしい。いいじゃないの。お蔵入りにならなくてよかった、本当に。それが一番だわ。尺が稼げなくなるのが一番困るんで。これは？ああ、そういうことか。ここから乗らないようにってこと、バネに。これ難しくね？そういうことか。オッケー。で、バネで乗っていく。これ右側から乗っていけばいいような話だけれど、多分これも、鶴を出さないと上に行けないんじゃない？これ。だね。で、バネを出して、ここから登っていくと。難しい。ほっ、オッケー、完璧。でもね、無音なのはいただけないな。生活音入っちゃうから。生活音入るのだけは一番良くないからね。貧乏ゆすりとかしてたらさ、足のカサカサ音が入っちゃうでしょ。そういうのほんとやめてほしいわ。恥ずかしいからね。よいしょ。で、これバネを落としていく。よし。で、バネに乗っていく。あとね、滑る床もダメだ。俺の実況が滑ってるみたいに思われるからやめて。そういうね、心理効果って大事なんだよ。イメージ戦略だからね。よいしょっと。で、乗っていく。じゃ、もう滑る！やめて！よし。地味に難しいな。で、こっから、ほっと飛び乗って、これいけるか？ほっ！オッケー。で、ここからジャンプして、行くとそろそろゴールかな。結構長かったよね、でも来た道。これ時間経過もやばいんじゃないか。288秒。これ出す必要あるよね、絶対。ツルを出して、ここも、小ジャンプ。あ、難しい、ここ。ここ難しいやつだ。小ジャンプ。オッケーオッケー、完璧。で、小ジャンプ。ほっ。よし、で、乗っていくと。ああ、長い戦いだったぜ。そろそろゴールなんじゃないか。で、バネを出して。え、これバネ出す必要なくない？ん？どういうこと？何だったんだろう、あのバネは。何か必要なアイテムがあったのかな？で、こっから登っていって、多分どっかに鶴がまた。あれ？ない？あれ？ない？あれ？失敗した？ほっ。あ、ないか。なんだよ、せっかく頑張ったのに。で、これ右側で届くか、これ。届くね、ギリギリ。ちゃんとギリギリ届く高さに設定されているんだね。素晴らしい。よいしょ。で、
やばい、すごいゲップが出そう。どうしよう。さっきコーラ飲んだからゲップが出そう。やばい。BGM があったらゲップできたのに。おい、ちょっと無音状態だったらゲップごまかせないじゃん。早く、早く BGM 出して。早く BGM 出さないと私のゲップがたまらない。ちょっと待って。あ、これはバネか。バネを出して、よいしょ、ダッシュしなきゃ届かない。いい、乗っていく。これは壊す必要はあるのかな。扉、入らなきゃいけないだろうけど。また扉に入れる道があるのかな。で、壊していって。あー、そういうこと？そういうこと？もしかして。これで、え、これまた、小ジャンプね。あ、難しい。小ジャンプ。で、もう伊藤麻香も引くぐらいにイライラしたわ。もうやめてよそういうの。で、これで壊して、で、ここのブロックが壊せるようになって出てくると。なるほどね、よかったわ。ちょっともう時間がやばい、時間がやばい。で、これで上まで登って入れるようになると、そういうことですね。よいしょ、よし、やっと。ああ、もう本当にダメ。で、で、次はこっち側で、オッケー、右側行けるようになって、ゴールでしょ、これゴールでしょ。すげえ担ぎ上げてんだけど、俺。地蔵を担ぎ上げて、ご苦労なこったわな。なるほどね。鉄のように石を持つと。そういうことが大事なんですね。イライラしないで、根気よくやること。それがやっぱり成功につながるということを示していたんですね。ありがとうございました。